スーパーファミコンアワー一中院光のスーパーマリオ RPG をやるときにテレビの赤緑っていう調節をぐーっと緑の方に寄せると主人公ルイージ。あ、なるほど。はい、こんにちは、伊集院光です。ゆたおです。今僕スーパーマリオロールプレイングに凝ってるんです。はい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 。スーパーマリオこと、うん、ヒゲが、マリオことヒゲちゃんが、マリオことヒゲ面が、ヒゲ兄の方ですよね。ヒゲ兄の方がすごい活躍してるんですけど、うん、僕最近思うんですけど、ルイージってどこ行っちゃったんですか。出てないの、ルイージ。今回出てこないんですよ。あ、そうか、別に2人でやるあれじゃないもんね、ロールプレイングゲームですから、ね、それで一応俺の頭の中ではまだあの特まで行ってないんです。かなり終盤まで来てるんですけど。もう終盤まで来てるの。来てるんですよ。すごいね。で最後のボスキャラがルイージでてめえ今まで一緒にやってきたのにこうね、あの一人で有名になりやがってっていう、なる仲間はあれよ、10年前ぐらいの酒場での石倉三郎の愚痴みたいなレオナルド熊に対して一緒にやってきたな俺あの父親みたいな、それもう聞いたように言うもんね。いや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 言ってたんじゃないかな、仲も悪かったことだしっていうのはね、法事にも行かねえぐらいだしと思うんだけどもさね。でもねルイージってどうしてんだよ。どうしちゃったんだろう。だってさ、うん、最初一番最初のあのマリオブラザーズっていうさ、知ってる、デーレ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 デー、もうスーパー着く前、うん、あれの時にもう兄弟として出てきたわけじゃん、うん、そんなにその後さスーパーマリオとか出たらしょうがないさ、兄貴の方が売れたのは、うん、でその時にヨッシーアイランドとかゲームになってんだよ、うん、ヨッシー一回乗る恐竜までねそうでしょ、ねワリオの森とかまであるんだよ、うん、ね、うん、多分ね気持ち的にはねずっとみんなドリフやってきたな、うん、新井中が抜けた、うん、次は俺がメインだなと思った中本浩二がいた、うん、だけど志村けんがどんどんフューチャリングされていくような、うん、そういう気持ちで今ねルイージは俺いるんじゃないかなと思ってね。ねえあれじゃ あのマリオってもともと何してる人なの。ああそういうのあるじゃん今ゲームって、みんなきちんとその人のキャラクターが設定されてるでしょ、うんうん、あの職業何とか何とかって、うんうんうん、あれ昔からあるからさ何でもないんだよねあの人。いやあの人多分ねどっかで無理やりついたストーリーかもしんないけど、うん、水道配管工かなんかの人なんじゃないの。あ、そう、で、兄弟してやってるの。俺が、あれこれ俺国での話か俺結構ゲームやるときに俺ストーリーができちゃうから、うん、あのね、映画のスーパーマリオってアメリカで公開されたやつ、あれでは水道屋さんだったよ、確か。あ、そう、あれ水道屋さんでした。なんか、それで全然疑ってなかったけど。じゃあ水道屋さんなんだ。元グリーンベレーだったら笑うよな。だからあの缶の中入っちゃったらなんかいろんなことするのと思ってたんだけど、よく考えたらそれも映画だとかつけた設定だから、うん、あれ何なんだ、亀投げ職人かなえ、そういう職業あんの、うん、聞いたことないんだ。亀投げオッシュ免許とかあるんだ。でだからスーパーマリオロールプレイングを、うん、テレビさ今さ全部オートで調節できるけどさ、うん、パカッて開けるとつまみがついてるじゃんいろいろ、はいはいはい、そうそうさ色合いをさこう緑の方に変えるやつある、うんうん、ありますあります。そうするとなんかね普通の森の中をマリオ歩いてるのがね、うん、真っ赤な気持ち悪い紅葉した木の中をね、うん、ルイージが真っ青な顔して歩いてるみたいなね、うん、結構面白いですよ、うん、新しいやり方ですよ、うん、楽しんでくださいねえ、ということで、マガジン壁新聞社で受信しつつ番組最後まで聞いてください。1曲目
一純光の放課後の王様、ファックスは今日も開けっぱなしだよ。ファックスナンバーは東京03-3863-1744、東京03-3863-100個。待ってます。マリオっていうのはさ、はい、今でこそ俺らはマリオをよく知ってるから、うん、マリオって言われたらあのキャラクターが浮かぶじゃないですか、うん、こうヒゲ生えてて、そうそう、赤い帽子かぶってね、つなぎ着て、うん、ね、たてがみをたなびかせ、え尻尾から独自量吐きっていうのが俺たちの中ではマリオじゃないですか。いや最後の方は違うまでも、うんうん、でもあのもともとあいつは何人っぽい名前なの、あれは。やっぱりそれはイタリアでしょ。だってマリオって言ったらイタリアの名前じゃん。だってあのヒゲも絶対イタリアのヒゲだよ、あれ。イタリアヒゲだもん、あれは。あいつはイタリア人イメージなの、うん、あ、年寄りってイタリアのことさ、よくイタリーって言うじゃん。あれムカつくね。そんなにムカつかないけど。いや僕嫌いなんですよ。イタリー、イタリーだよ、イタリー人。あいつイタリア人、え、じゃあ結構エロ当たり前じゃん、もうそれはすごいよ。ちょっと小さめの乳首なんか大好きよ。デカパイ大好きっていう感じ。うマリオって、うん、胸の大きさの割に乳首が小さいのなんか大好きよ。おあとトマトが好きだしね。でその上ね、いろいろ聞いた話では、うん、マリオブラザーズではわからないけど、うん、レッキングクルーっていう、レッキングクルーだっけ、レッキングクルーっていうゲームがあったんですよ、うん、それにもマリオ出てるんですよ。いろんなとこ出てんだね。いろんなとこ出てるんですよ。だってマリオ一番最初は、うん、ドンキーコング、あのゴリラのドンキーコングでさ、とったかだった、とったビルのぼやつですよ。そう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 、うん、上から樽転がしてる人いるやん。うん、うん、樽転がしてる人はドンキーコングか、うん、ドンキーコングの、うん、あのビル登ってる人マリオじゃん。あ、そうなの。そうそうそう、へえ、いろんなことしてんだね。でもその今言った、あ、ルイージか、ルイージがレッキングクルーっていうのに出てる時は、うん、紫のルイージが出てて、うん、しかもビル解体業っていう、それは尻尾から毒が出るやつでしょ、そのルイージは。いやいや、そうじゃなくて、うん、その時のマリオとルイージはビル解体業の人で、うん、でイタリアのビル解体業の、うん、人なんだ。でカメラの甲羅を剥がしては投げ結局そっちが商売なのかな。ヒゲを携え、カメを解体するのが商売なんじゃないか。カメ解体業か、うん、なんか海亀のスープ作るんだよ、だからマフィア、あいつパスタを食い、あとイタリアってそれしかないのかよ。いや俺ならイタリアのイメージはパスタ食ってエロとマフィア、ね、あとパスタ、うん、スパゲティ、ね、スパゲティを食べながらね、気が向いたやつを殺し、打ち殺しね、気が向いたやつを打ち殺し、うん、ね、気に入ったやつと兄弟の神器を交わし、うん、ね、それであのなんかこんなひらひらのついた金髪のお姉ちゃんを連れてね、あとフリオイグレシアスが好きで、あナタリーエプコロモンソンスーンっていうのが大好きで、今最後モンスーンって言ったじゃねえかそれなんで俺たちは任天堂のビルの中でマリオの悪口言ってんだか。悪口もない一純院光の放課後の王様、ファックスは今日も開けっぱなしだよ。ファックスナンバーは東京03-3863-1744、東京03-3863のナスビ1002本。待ってます。一純院さん、はい、土曜日に開幕いたしました、はい、Jリーグです。本日のお題は謎かけですね。やっちゃいますよ。スタジオに10分前に入ったのに今日は大丈夫なんですか。行、きますよ。参ります。土曜日から開幕した J リーグとかけまして、 J リーグレッドカードとかけまして、あれ違うぞ。いいんです、いいんです、早く早く早く、J リーグレッドカードとかけまして、かけましてヤングマン届きます。ヤングマン届いた、その心は大丈夫。秀樹すいません、本当にごめんなさい。青春に上がるだ。さあこのコーナーはですね、いやいやちょっと待って、ちょっと先週あのマガジンね入れてきましたけど、いやいや ちょっと待ってくんないかな、はい、ちょい待ち、はい、ね、謎かけでさ、うん、まずお題をすり替えるって最悪のパターンじゃんでも J リーグって入ってたもん。自分のやりやすいお題にすり替えていくっていうのがまず最悪じゃん、うんうん、でそれに輪をかけて、うん、答えがつまらないってすごいなだって僕は落語家じゃないですもん。お題すり替えた時点で面白い答えは用意しろよお前だって今言われたんだよ、本当に今言われたんだよ。自分の勝手で遅れてきた。もう出前が遅くてまずい蕎麦屋が蕎麦頼んだのに中華丼持ってきたような気持ちだよ。じゃあお手本また聞かせてください。うわ汚なぁ、ジェリーダクダヤニさん、ムカつく。お手本聞かせてください。すごいムカつく。今日のこの前の仕事何だったんだよちょっと土曜日に開幕した J リーグ、 J リーグ、 J リーグとかけまして、かけまして、 J リーグとかけまして、 J リーグとかけまして、うわ俺できねえよこういう時どうしよう。 J リーグとかけまして、あ、 J リーグ、レッドカードとかけまして、うん、作詞家と解く西条八十ってなちょっと
銅像だときます。その心は大乗高森。おっうまい。うわマジですごいすっごいムカつくわ今。今日はドローってとこだな。うわドロー。ちょ最後まで考えすぎもう番組番組上の空で考えすぎやこれずっとすいません上の空なんないうちに先にこのコーナー行かせていただきます。まあそういうことですね。このコーナーはですね、はい、先週すでに発表してあるカルタの取り札、はい、その絵を見てそれにふさわしい読み札を想像して、発表していくコーナーということ、ね、そういうことですね。はい、ほいじゃあですね取り札はですねこの1番マガジンの1番に入ってま す, ってますせーのペロー ン, ローンダメだえダメ何がさっきから面白いことを言おうっていうよりも、うん、J リーグとかけましてるうまいのを作ってもういいから歌をギャフンと言わせてやろうっていう脳みそってあるじゃん。でっかい脳みそのうち、うん、9割ぐらいがそっちに動いちゃってるからもうすでにデニオアスラも間違えそうに今なっちゃってるから、うん、J リーグだろ蹴るっていうのあるよな。だからいろいろなもうちくしょう青春いろはガルタです。はいはいはい、じゃあもう一ページめくってください。先週出した問題はこちらです。今できやがった今すげえできやがった、はい、もう一ページめくってせーのペロン。今回は、ほー J リーグとかけまして、J リーグとかけまして、土曜日に開幕した J リーグとかけまして、車が一切なくなった世の中と解きます、うん。はい、その心は、もうジーコはおりません。さあ今週はほなんですけどね。はい、ほですね。ほで行ってみましょう。はい、それじゃあですね、この札を見て、はい。もう諦めます。すいません。これ以上番組をないがしろにするわけにはいきません。怒られちゃいますから。ねえねえ、プンプン怒られちゃいますからね。はい、それじゃあ、ほうですね。ほ、ペンネームバーチャルボーイ最高さんから、まだ任天堂のビル内で触れてほしくないことを、ね。ほ、本を10年間図書館から借りっぱなしだった中村くん。ついに、図書館美人コマンドを部隊の手により襲撃され、はあ、本を取り戻されてしまう、うん、しかしまだ借りてる本は100冊余り。どうしよう。これ全部借りた本ですか。後ろの借りた本ですよ。はあ、溜め込みましたね。ファーブル昆虫記ですよ。でまたファーブル昆虫記全部全部ファーブル昆虫記ですよ。随分虫がいましたねまたね、中に月刊虫なんて雑誌も入ってね。入ってます入ってますね。ふんころがしその1からその17までもね。それはうんころがしのことこと細かく書いたらいいですね。俺ね昔ね子供の頃ファーブル昆虫記読んだっすよ、うん、で、うん、そのおじいちゃんからもらった結構難しいファーブル昆虫記で、うん、11冊ぐらいあるんですけどね、うん、でなんか知んないけどうんころがしの章がやたら長いんですよ。俺はファーブルっていうのはもしかしたらえ昆虫が面白いんじゃなくて丸いうんこが面白かったんじゃねえのかなと思って。子供ってそうじゃん。それも初っ端の感化なんかなのよ。ファーブル昆虫記の導入の部分で普通昆虫に興味ある人だったらばカブトムシから考えていくとか、それからまたなんか生態の面白いアリとかから考えていくじゃん。それを延々とふんころがしじゃんか。これ絶対ね昆虫に興味持ったきっかけはね、わ丸いぞこのフンっていうのか丸いフンをするものがいるのかななんていうところが絶対入ってますよ。あ、なるほどね、はい、うんこフェチですよ。さあ続いて、それではこちらいきますよ、はい、相模原市の月刊ピング増刊号さんからです、はい、ほら言わんこっちゃない、うん、だからお母さん言ったでしょ。あ、そんなことになっちゃってるんですか。そんなことになっちゃってる。ごめん、2歳ですから。2歳でなぜボディービルのポスターを部屋に。これはお母さんの趣味。ああ、なるほどね、うん、お母さんつってもその人は実はお父さんなんですけどね。複雑な家庭ですね。そうです、でもこのいつも子供と見せかけて青沼静馬なんですけどね。ちょっと続いて。わかんない、今犬神家の一族出てくる人ですから ね青沼静馬はね。犬神家に復讐してやりたかったんだ。で斧で叩き殺されちゃうんで。そう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 、高峰都に青いてる彦も生きてはいるんだけどね。さあ宮城県仙台のペンネームダメさほ、ほがらか3組の先生7人目さぞかしほがらかなんでしょうね。周りではほがらかチューリップなんか咲きまくっちゃってるような大変ですよもう、すごいな。愛が溢れてるクラスなんですけどね。ってことはこれ職員室なんですかね。そうでしょうね。だとするとあの後ろの裸のポスターは3組の生徒に、6人目の先生6人目なんで裸に向かれて写真を撮られて、うん、で上の方のカエルに変えられてるのが4人目の先生、うん。はい、大変ですね、はい、千葉市のガンビートさんからですね、はい、暴力的なアマガエルを捕まえてきてしまい、はい、やむなく天井に吊るしておく人。あ、だからこれアマガエルにやられてる。
雨がりにやられたの。ぴょこんぺたんぴったんこに、うん、だから今までは話し飼いにしといたんですよ、はあはあ、でも大変なことになっちゃったんでしょうがなくてもうぶら下げちゃった。どうにか捕まえて、うん、なるほど。続いてペンネーム忍者ジャジャマルくん。ほ、星になりたかった男。え星になりたかった男。いろんなドラマがあるんでしょうね、ここまでにはね。これすごいですよ、うん、でしかも懲りずにまた計画中って書いてあるんですけどこれだからこの吊るしてあるカエルは、うん、無重力実験みたいなもんですよ。あ、吊るしてあるにもかかわらずね。そうなんですよ、うん、なんとなくこう無重力のイメージをするためですよ、うん、ね、それとあのこの後ろのボディービルダーみたいのは、うん、NASA の有名な宇宙飛行士なんで尊敬してんですよこいつが。なんでその人裸の写真なんですか。だからんなんで裸の写真なんですか。んだからなんで裸の写真なんですか、その宇宙飛行士が。しかもホモで、この茶色いのが、うん、通販で買った、この瓶が、うん、通販で買った星になる薬だからあ、そういった意味で星になろうとしたわけ。いやいやいや、もう何でもいいから星になりたかったところでちょっと騙されて。じゃあ星関係の本がずらっと並んでて、後ろずらっと入ってますよ、ね、銀河鉄道の夜をはじめね、うん、頑張ってほしいですね。はい、はい、じゃね、俺も町田市のサッカーとかけます。まだ言ってんのかよ俺。町田市の社長といえばあのじじいさんからです。はい、はい、放課後の王様とちゃんとタイトルコールをしないとこういう目に遭う。こうされちゃうんですか。そうです。これあのじゃああんな痩せ細って、うん、これ爆笑問題の太田君ですから。これはあ、そうですか。やられちゃいましたから。やられちゃいましたから、はい、ね。であそこにぶら下がってるのがカエルに変えられた俺なんですけどね。もうやられちゃったんだ。やられちゃったんですよ。あ、こういう目に遭うぞってのはこの人じゃなくて後ろにぶら下がってるものなんだ。あ、なるほどね。そうですそうです。あので、あの何を書くとこのムキムキマンは僕なんですけどね。そう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 。で瓶の中に入ってるのは勇気ないなんですけどね。もう閉じ込められちゃってるんですけどもうね。返事をしたがゆえに中にもう吸い込まれちゃってるんですけどね。銀閣だから分かんないけど。分かりやすいツッコミですねそれね。でもね、氷炭かよぐらいかと思ったんですけど。じゃあ続いて、ペンネーム月刊ピングー増刊号。ほっ、褒美を取らすぞって言うから期待してたらこれかよ。これ今呼ばれたんですよ。どこに偉い人でしょうねきっとね。それはもう、このビルの上なんですけどね。あ、これも任天堂なんです。じゃあ我々も気をつけた方がいいってこと、ね、いや今日のマリオの話は面白かった。ご褒美あげるからおいで。お茶でも飲みに来なさいな、うん、そしたら瓶の中に入れられちゃうんだよ。伊集院くん、はい、はい、シューッキュッキュッ、お酒になっちゃえ。譲られると早くお酒になっちゃうね。魔性戦で飛ばされてね、うん、それは山の火を消すものだから ね今日なんで孫悟空が流行ってるのかね、わかんないですね。はいはい、八千代市の、はい、千葉県八千代市の和田明子かつら疑惑さんからですね、はい。保育園のお姉さんに手を出したら、うん、そこのガキ30人余りに次々と殺人技をかけられた、うん、そう、保育園とは仮の姿、実はちびっこ暗殺養成所だったのだ。長い割にちょっとこれは僕今初見だったもんですから、長いからもしかしていけるかなと思ったんですけど。違かったですね、じゃあ来週の宿題いきましょうか。はい、ね、あ、来週の宿題の前に今日の取り札ですね。あ、そうですね。ほう、どれが好きかな。星になろうとした男ってのはどうですか。いや、俺はね、星になろうとした男、そうな、ほがらか3組の先生7人目っていうのも好きでしたけどね、うん、星になりたかった男ですかね。やっぱりね、うん、短くていいです。もしくは星野選手に殴られるかですね。それは なかったよ確か。あ、なかったね、うんうん、どっちかな。俺本借りっぱなしも結構絵的にはあってて好きなんだけどね。あー、なるほどね。初っ端だったかな、うん、じゃあこれいきましょう。ペンネーム忍者ジャジャマルくんの、ほ、星になりたかった男、懲りずにまた計画中。はい、決定決定。わー、はい、はい、それじゃ続いて撮りました。撮りましたね、はい、イロハにホトきて次のページにはせーの、へ、怖いですね。これ俺書いた時白黒でさ、うん、その任天堂の人にこういう風に着色してくださいって言うんですけど、うん、ちょっと下が分かりにくいの。あれはね、倒れてる人なんですよ。おへそを出して、ね、左下ね、兵は、兵隊さん、兵隊さんね、あと蛇軍団、あ、そうそう、蛇の書いてある旗、うん、これだとエッチですからね、兵がつくこう何、あの軍団の名前にもできるわけですよ。胸のマークが H ですから。あ、それとヘリコプター、ヘリコプター、あとこれが変死体だっつってましたよ書いた時ね。変死体でありへそですから。へそ、これへそなんですよ。これポコッと出てくるへそですから、はいはい、これかなり使えますけど、これ怖い絵ですね今見てみると。これ絶対あなたはね、あれですよ。何、絶対あの子供の頃ね、目の前で両親がひどい死に方してますよあなた。生きてる、ヘですからね。いや、ヘですからね、じゃなくて生きてる。ヘリコプターね、あとは何があるかな。あ、思い出した。何、ヘリコプターに吊るされたことある一回、うん、
だそれだそれがほら声、うん、トラウマとなって声出てきて、そうそう子供の時に、うん、あそうだ、うん、子供の時に、うん、弟の分までおやつを食べちゃって、うん、お父さんが少し怒って、うん、軍人の格好をしてヘリコプターに吊るされた記憶が今出てきた。ちょっと怒るとそういうことすんだから、お父さん怖えな、ちょっと折檻されたことがあった。本当に怒ったらどんなことされちゃうんだろう。その時お父さんの会社の人が3人ぐらい家に来てて、うん、蛇の旗を持って振ってた、うん、あその時の光景じゃん、まるっきり。やっぱ子供の頃の経験が出るんだな、絵にはな。怖いね、お父さんだったんだあれ、そういうことでですね、はい、この取り札にぴったりの読み札考えてください。はがきの宛先は郵便番号111東京都台東区浅草橋 5-21-4 戦闘ギガ伊集院光の放課後の王様青春いろはガルタの係までです。はい、はがきを採用した人には番組特製ステッカープレゼントします。本日曲井上大輔、大輔で愛戦士ガンダムの歌。愛震える愛、それは別れ歌。拾う骨も燃え尽きて、濡れる肌も土に帰る。荒野を走る死神の列、黒く歪んで光の放課後の王様。ファックスは今日も開けっぱなしだよ。ファックスナンバーは東京03-3863-1744、東京03-3863のゆず100個、待ってます。サッカーとかけまして、まだやってんのかよ。石井のミートボールと解きます。はい、その心は。熱湯にボールを入れて熱くなってます。ああ、いいですね。
おい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 、今俺は愛選手の2コーラス目にピカーって光ったさ、うん、すごい褒めてもらえると思ったさ、うん、どう褒めたじゃん、ババボイス。うますぎるな、もう感心しちゃって、もう今ね言葉が出なかった、ごめんね、もう今すごい感動したんで、今もうすごい、もうこの辺かゆくなっちゃった手なんか。熱湯にボールを入れて熱くなってる、うん、熱くなってる、うん、それは間違いないですよ、もうサッカーもほら熱湯にさ、熱湯にボールがね入って熱くなって、わーっとこう熱くなりますよね。石井のお弁当くんミートボールもさ、これはね、うん、熱湯にミートボールを入れてやっぱ熱くなるからさ、うん、謎かけとしては最高級の最高級出来じゃんさ、これは生優しい学問じゃ言えないよね、な、うん、素晴らしいですよ、だろ、うん、それじゃあですね、また一つ織り子になっちゃった、尾又政子さん。さあ、それじゃあですね、馬場さんがですね、今までに一度でも言ったことがある言葉をですね、はい、地方巡業では馬場をやっている僕たち二人が、そうですね、ロードショーでは、頑張ってやっているですね、はい、我々二人が紹介していくコーナーなんですが、うん、ついでにですね、もうただの一階の民間人である福島さんの名言も、はい、本人の承諾を経て、えそうなの、え、もうオッケー、オッケー取りました。ああ、取ったんだ。え、誰かが。知らない人が、紹介していきたいと思います。それじゃあいきます。ペンネーム、はい。なんて放送やってんだ、名古屋の人、ペンネームがね。うん、ババボーイス、みんな、僕のことを、ババって呼ぶけど、本当は、略して、ババ。新事実発覚。本当は、バッコ、あ、やっぱいいや。バッコ、バッコ、バッコまずその時続くんでしょうね。まあバッコンバッコンバッティングとかそういう名前を略してババ。ババ。なんでしょうね。バッコンバッコンバッティング翔平さんなんだ。翔平も訳してるかもしれません。うそ。ええ、わかんないですよ。小ビジネス。兵は。兵力増強。それを略して、小ビジネスと兵力は全然かけ離れたものだから、でもそういうかけ離れたところが面白いっていうんで、うん、親がつけた名前かもしれませんから。ひどい親ですね。はい、はい、いいですか。はい、どうぞ。千葉県松戸市の、はい、突撃中原雅也と熊さんからですね、はい、福島ボーイス、福島ポエム集夢の旅路、今回でボリューム7発売を迎えます。欲しい人は私に言ってください。うわ、なんか僕は小学校の時でその、ね、福島さんとは別れてるわけなんですけど、ね、まあ、離婚してるわけなんですけども離縁して、ね、離縁して見下り犯を叩きつけてるわけなんですけどもね、高校ぐらいで新聞部にいそうなイメージありますね。ああ、そういうのね、ありますよ。で、学校のコピー機ならまだしも変なガリバンみたいので、うん、なんつったっけ、くせえ髪わらばんし、うん、臭くはないだろうね。わらばんしでさ、何が貧乏くさいっても自分のポエム書いてさ、うん、裏表印刷できないからさ、こうやって半分に折ってさ、うん、その折ってこの袋閉じに全部してこうページってことになってる、こう普通の本の倍の厚さになるようなポエム集を作ってそうですよ、うん、なんで俺が大人になった福島さんを想像しなきゃなんないんだよ、もうね。やっぱりあれす、なんか通じるものがあるんじゃないですか。まあな、うん、別れたとはいえな、うん、昔の神さんなわけだしな。東京都中野区ペンネームテレフォンモンガモンガ、ババボーイス、ごめんちょっとだけ泣いていい。そういう時もあります、ババさんだって。ババさんだってありますよ、うん、いつも鉄の男じゃありませんよ、ね、それがババさんですから。まあ、鉄の男っていうか、みんなバルサ剤でできた男だと。ババさんのことは、ね、割となんかスカスカな。バルサのバーなんですけどね。ババのバー、バルサのバーなんで、はい、ちょっともう一個言っていいですか。はい、テレフォンモンガモンガ、ババボーイス。僕ね、学生の頃オクラホマミキサーで手をつなぐ相手がいないから、いつも輪の中心に立たされてたんだ。キャンプファイヤーみたいになっちゃったんだ。そうなんですよ。
普通は相手がいないから男役の方に行くとかじゃないですか、うん、それは性別的に数が合わない時で、うん、まあ、高さが合わないですから。そうですよね。あのテレテレレレレンのところで女の子宙吊りにしちゃいますから一応もう輪の真ん中で立つ役だった。肩脱臼しちゃったりしますからね。脱臼しちゃったりしますからね、じゃあ続いてどちら。ですね、こちらがですね、相模原市の月刊ピング増刊号さんがですね、はい、福島ボーイズ早く帰らないとマイバースデーの発売日おまじないとか好きそうですよね。並びますよ南進堂に。だやめろよ南進堂ってお前神話ブックチェーンですか、ね、なあ家の近くにある本屋ですけどね、うん、南進堂ね、行きましょう、続いてペンネーム月刊ピング増刊号パパボーイス。兄さん私のティセラ使ったそれは誰のことなんだろう。え、誰のことなんだろう。ババさんは。いや、ババさんですよ。でそのババさんは誰の役なんだろう。いや、ババさん、ババさんなんだけども、なんだけど何何、誰だろう、誰だろう。私のティセラ使った、うん、私、うん、まあ一ユリっぽいババですよね。え僕なんか意味合い違ってました。いやいやいや、いいんです、いいんです。何か、いやいや、なんでもないです。いや僕がちょっとね、まだコミュニケーション不足ですか僕、もしかして。トンジンガンなもんですから僕が、すみません。ああ、ポンチンキンですか僕ね。僕がトンジンガン。あ、トンジンガン。ポンチンキンは関係ないですから今は。そういう言葉はないですしね。ないですよ、ちょっと面白いだけですから。それポンチンキンなこと言うなっていうのは面白いですけどねいや、もうジジイに言ってもらったらもっと面白いんですけどねねえティンコンチュンもなんか中国のお酒みたいな名前ですね。面白いですね、最近ね僕ね面白い言葉を見っけるとずっと言ってんですよ、うん、この間も一日シチューっていう言葉が面白くなっちゃってシチューは面白いですよ。シチューですからね。シチューっていうのはね、もうかみさんに家帰ってからな、かみさんシチューって面白いな、シチューって言ったらかみさんシチュー作ってくれましたよ意味もなく。よかったじゃないですか、でも別にシチューが食べたかったんじゃなくてただシチューっていう言葉が面白かったんですけどね。コーヒービートっていうお菓子も面白いんですけどね。はい、どうぞ、もう好きに次行ってください。はい、じゃあまたまた相模原市のキング増刊号さんからですね、はい、うるさいな福島ボイス。私の好きな人教えるからよしこも教えなさいよ。これ絶対ありますね、ブスはね。こういう話、男同士でもいるよね、結構モテなそうなやつが修学旅行の夜とか言うから、俺の好きな人教えるからさ、教えろよとか言って、俺高橋とかもう押し売りなのな俺オッケーしてやれ俺は高橋なんて。で聞いたのにあいつ言わなかったってことになっちゃうんですよ、ね、なっちゃうんだよな。でいてなんかそのなんか寝ぼけた駒場がさ駒場は分かんないんだけど、駒場が、うん、なんかあのまあ当時で言うと、俺三原純子とか言って、っていう感じ、本当に好きなやつ言えよっていう感じ、ありますね。あとなんかさ、親戚の子の名前とか言って、全然盛り上がらないやつっているじゃん、クラスのやつ言わなきゃなんないのに、もうその絡みひっくるめて嫌い、嫌い全部ね福島ボイス、俺も1枚ぐらい行こうかな。福島ボイスしかなかったんですよ。ペンネーム月刊ピング増刊号福島ボイス。あれあれ、また獲物の匂いがする気づいちゃったか、もうハンティングの時間なんだそれは。グレートハンティングだ、すごいな、ということで、ババボイスおはがき待ってます。先は郵便番号111番、東京都台東区浅草橋5-21-4、千戸ギガ伊集院光の放課後の王様ババボイスの狩りまでです。はい、採用者にはゴールドチョロ Q をもれなく差し上げます。そんなものあげません。まあよかった、もらえると思ってみんな書いちゃうとこだったガオでさよならゴールドチョロ Q バージョン。Thank you.
スーパーファミコンアワー伊集院光の放課後の王様。大変残念なことですが、今日までみんなの仲間として頑張ってきた吉田君がお父さんの都合で死にました。ときめき純愛ラブストーリー、私立湘南学園。てらんねえよ。あだあ、もうまた先生怒っちゃった。こんなこと俺のときめきエンジンに転嫁できねえよ。もうどう考えたってそのときめきエンジンって俺のときめき直噴ターボもクイーンって音なんねえよお前。すいません、今日は何がいけなかったんでしょうか。あのね、はい、ゆたくんよかった。ありがとうございます。ゆたくんすごいよかったね。ありがとうございます。ときめいた、はい、もうすごかった俺の中で。ときめいていただこうと思って頑張りました。もうときめきタンクの中の、うん、ときめき燃料がゴーゴー燃えたさありがとうございますね。それからあと構成のいつもこの中にいるひでくんよかった、吹っ切れてた。だいぶ良くなってきました。ああもうね、エンジン添加剤、はい、ときめき X200 も今日もいい頻度で入ってたし、はい、プラグも綺麗になった、はい、それを今日の特訓の、はい、ミキサー小牧。すいません先生、小牧さんこう言ってなんで許してあげてください。こう言ってなんでとか言ったってお前うちの鍋パーティー誘っても来ないでしょみんなでお前許せない。スタッフのバカ同士でさ肩を寄せ合ってお前テントウムシの冬越しみたいにして生きていこうかと思うやさいや私は仕事でここにいますみたいな態度がもういかつり拒否も乗らなかったそれはいけないかもしれません。いやこれはそういうことが俺をときめかせない原因の一つになってる。はい、小学生みたいな格好をして今日もどうしよう、アポロキャップを逆にかぶりなあこの野郎ね。練習声が全然出ないもん。今日はね、いつもはご機嫌用の客とかやってきましたけど、はい、いいと思ってとか、いいと思って、いいと思って客とかやってきましたけれども、はい、もっと基本に帰って子供の頃にこうときめいてた。おープールの時間、プールの時間、うん、全てこうビート板とか使い終わった、はいはいはい、でも時間が10分余ってる、うん、さあ先生どうするのかな、うん、その時子供たちが言った言葉、うん、自由自由これ一人でやっておりますはい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 、掛け声なしでそちらから。掛け声なしです。一応きっかけとしては僕がおまだ10分も余ってるって言ったら、うん、小さい声で自由始まって大きくなっていく自由がこれでいて、それじゃあ自由ったらわーい、ここまでを小牧一人で小牧残酷物語一人で行きます。はい、ということで今日は平泳ぎの足の使い方を勉強したんだけど、あれまだ10分余ってるな。ダメもうもう出てってくれ、もうお前はもう今度もう個人的に鍋パーティー、お前はもう一、ね、人100本鍋、お前はもうセクハラだセクハラ。もうしかもトムヤムくんの、ねね、トムヤムくんってトムくんとヤムくんどっち違う、はい、じゃあそういうわけでこのコーナーはですね、スタッフの一人一人に踏み絵をやらし、我が宗教への忠誠を誓わし、ね、毒ワインを飲み、ね、子供を生贄に捧げ、さらにですね、高校を舞台にしてラブストーリーのサウンドノベルを作っていくっていうコーナーですが、ありがたいですね。今日第6話、はい、ね、7話で終わりってことですから、来中でおちまいでちゅ、来中でおちまいでちゅね、はい、そういうことで今までのストーリーをおさらいしますんで、メニュー画面の2番です。2番目選んでください。せーの、ピローン。ときめき純愛ラブストーリー、私立湘南学園。ガラスの向こうに乗ったら小牧口も動かさないもう見てましたね、またつまみの上げ下げだけだもう私このつまみ人生、亀田のあられかお前は、武田鉄矢の家族かよ、これカリコリ食いやがってゴルフの話をしてるときにこんなトーンじゃいけない、こんなトーンじゃね、ときめきときめかなきゃいけない、ときめけまあいきましょう、いや僕は高校2年生、私立湘南学園に通ってるんだ。名前は花形、同じクラスに好きな子がいるんだ。でもこの思いは彼女に届いていない、いつもなかなか言い出せないんだ。ところがクラスの女子の噂では、彼女は今週の土曜日に引っ越してしまうらしい、あと3日しかない。そう思った僕はその晩寝る前に決意したんだ、彼女にプレゼントを贈ろうって。そう思って財布の中を覗いてみた、貯金箱も開けてみた、しかし全部合わせても74円しかない。どうしよう、お金をかけずに何かいいプレゼントはないものか。そして僕は決めたんだ、歌をプレゼントしようって。
僕は机に向かった。3時間余り考え込んだ後だろうか、彼女にプレゼントする歌の名前がやっと決まった。恋の歌。レポート用紙に題名を書き込むと、今まで僕が貯めてきた思いがシャープペンシルを伝わって次々と溢れ出た。気がつけば朝7時半、ひとまず学校に行かなければならない。自転車を漕ぎながらも僕は作りかけのメロディーラインに乗せて恋の歌を口ずさんでいた。学校まであと5分、最後の曲がり角を曲がったところでとんでもないことが起きた。選択肢1番、彼女とばったり出会ってしまったんだ。2番、彼女が他の男と楽しそうに話しながら歩いているところに遭遇してしまったんだ。3番、飛び出してきたスーパーカーに引かれてしまったんだ。ということで、デトマソパンテーラかどうかっていうのが選手の問題でしたね。問題でしたね、はい。でクイズの答えなんですがってコーナー違う違うよね、間違えちゃったね、間違えちゃったね、うん、あなた花形っていう人の名前を読まなかったし、いやそれ読めなかったんですよ、いつもあそこで引っかかるんで。あれなんて名前なんですか。響きですか。花形カオル。あれでカオルなんですか。そうなんです。じゃあちょっと1枚ずつ読んでいきますけどもね、はい。まあ当然この3つの選択肢なら1番選ばれるのはね、うん、こう一番ときめくのはどれかっていうのを後で想像してもらえば分かると思うんですが、ね、そうですよね。ペンネーム月刊ピングー増刊、間違いなくあれですからね。飛び出してきたスーパーカーに引かれてしまったんだ。あれ、うわそんな叫び声を上げたところで目が覚めた。なんだ、夢だったのか。夢か。どうやら歌詞を考えている間に眠ってしまったらしい。それにしても最近スーパーカーに引かれる夢をよく見る。僕はなんだか嫌な予感がして、1番、その日学校を休んで家で歌の続きを考えることにした。2番、嫌な予感がしていたのだがいつもと同じように家を出た。3番、嫌な予感がして対策を練った。目には目を、スーパーカーにはスーパーカーを、ランボルギーニ裏っ子に乗って学校へ向かった。なんそういう車あるんですか。はい、ランボルギーニ裏っ子。裏っ子って言うんですか。裏っ子って言うんです。マセラティメラクっていうのがあるんです。あ、それは知ってる。あ、そうですか、うん。ドームゼロはいかがですか。あ、それ聞いたことある。あれラジコンかなんかじゃないのそれって。日光のセミドラゴンかな。ごめんね、もう。じゃあ続いてペンネームテレフォンモンガモンガ。最後の曲がり角を曲がったところでとんでもないことが起きた、はい。飛び出してきたスーパーカーに引かれてしまったのだ。飛び出してきたスーパーカーに引かれてしまったのだ。引かれた瞬間僕は見た。そのスーパーカーの助手席に彼女が乗っていたの。そして気を失った。気がつくと病院のベッドの上だった。僕の体の上で掛け布団を涙で濡らして泣き疲れて眠る彼女がいた。ふと日めくりカレンダーに目をやると、あれから4日経っている。おかしい、彼女は転校しているはずだった。すると1番、彼女が目を覚ました。2番、枕元に彼女の大好きなぬいぐるみが置いてあった。3番、日本じゃなかった。連れてかれちゃったんだ。どういうことなんでしょうね。だからそれはあれでしょ、彼女が引っ越しするでしょ、ね、だから跳ねちゃったのを隠すために連れてきちゃったんでしょ。っていうか逆に彼女は好きだったんですよ、彼のことが、花形が、うん、で引っ越しも近いから引いて持ってこうとしたんです最初から。荒っぽいね。荒っぽい、荒っぽい、荒くれも海の男ですよ。荒っぽい。女じゃない。女ですね、そうですね。鳥羽一郎じゃないんだ。じゃあ続いて、声なんかガラガラなんだろ。ちょっといい、まだ鳥羽一郎については聞いてた。もういいです、もういいです、いいです。もともと漁師だったんだよね。そう、もういいっつうんだよね。山川豊のお兄さんなんだ。そう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 。でも山川豊のほうがいい男だよね。佐賀県の、でも船乗るのすごい好きだよ。ペンネーム梨本万歳。とんでもないことが起きた。彼女とばったり出会ってしまった。彼女は微笑みながらこう言った。おはよう花形くん、その歌聞いたことのない歌ね。私と同じ名前が入っていたけど有名な曲なの。僕は顔が真っ赤になってしまった。そして1番、正直に話すことにした。2番、しどろもどろになりながら適当な説明をした。3番、あまりに照れくさいのでその場から走って逃げ出してしまった。その先をスーパーカーがだって。一応スーパーカーブームですからね、しょうがないですね。今日ほとんどの中にスーパーカー、どの辺でスーパーカーブームなんでしょうか。わかんないですけどね、遅れてきたんでしょうね今ね。ペンネーム埼玉のボス。最後の曲がり角を曲がったところとんでもないことが起きた。彼女が他の男と楽しそうに話しながら歩いているところに遭遇してしまった。あいつは誰なんだろう、すごく気になる。彼氏なんだろうか。僕は二人の後をつけて
会話を盗み聞きすることにした。もうすぐ転校だね。うん、お父さんの都合だから仕方ないんだけど、本当は私転校したくないの。だって続けて彼女はこう言った。1番、私同じクラスに好きな人がいるから。2番、私2年前から付き合ってる人がいるから。3番、私と言いかけたところで突然飛び出してきたスーパーカーに跳ねられてしまった。やっぱりかよ。スーパーカーには跳ねられるよ。やっぱりよくあることだもん。もう一枚にはいけますかね。もう一枚にはいけますね、北海道札幌ペンネーム任天堂14。彼女とばったり出会ってしまったんだ。びっくりした僕は歌うのをやめたが、すでに彼女は真っ赤になっていた。あれだけ彼女の名前が連呼されている歌だ。どんなに鈍くても歌詞の意味は通じてしまう。目も合わせられずしどろもどろになっていると、彼女は走り去ってしまった。その日僕は学校に行かなかった。夜、友達の秋房からの電話によると、1番、彼女も学校に来なかったという。2番、彼女は一日中元気がなかったという。3番、彼女から僕宛に封筒を預かっているという。4番、彼女が学校で大暴れし、未だに視聴覚準備室に立てこもっているというこれどうですかね。何が起こったんでしょうか。視聴覚準備室で何か、それで視聴覚準備室に行くのさ、うん、花形が、うん、そしたらごめん取り乱しちゃってで、いで夜まで立てこもっとんだよ取り乱しちゃって視聴覚準備室でいろんなこう交通安全のフィルムとかをちぎりながら、うん、うわービリビリビリとか映写機なんかパンチしちゃうだろうね。映写機が壊す。あと移動教室じゃねえ、あの修学旅行の前に小学校5年の女の子だけが見るフィルムとかも破いてるああ、これでどうしたのどうしたの、ごめん取り乱しちゃってびっくりしたよ俺なんて普通の会話に、ね、でもどうですかね、彼女から封筒預かってるとか、うん、それ最後に読んだのが今日一番、ま、スーパーカーも出てこなかったし、うん、もう一個ぐらいいきますかまだ、もう一個ぐらいほらって普通の選択肢欲しいじゃないですか、ペンネーム800円なりさん。最後の曲がり角を曲がったところでとんでもないことが起きた。飛び出してきたスーパーカーに惹かれてしまった周りの風景がスローモーションに見えた。薄れていく意識の中で、ああこれで彼女に告白することはできないなぁなんてことをぼんやりと考えた。どれぐらい経ったろうか、意識が戻り目を覚ますと、そこに1番、彼女が立っていた。2番、同じクラスの友達が数人立っていた。3番、学校内で超有名なバカが立っていた。何しに来たんだろうこいつ、リンゴを持っているなんだかこの気になりますよね。もう街で有名なバカっていますからね、たまにね、どうですかね。とりあえずはやっぱり一個前ですかね。お手紙というのはいいんじゃないですか。いつかね、うん、じゃあ行きましょう、今回の決定はペンネーム任天堂14のこちらです。彼女とばったり出会ってしまったんだ。びっくりした僕は歌うのをやめたが、すでに彼女は真っ赤になっていた。あれだけ彼女の名前が連呼されている歌だ。どんなに鈍くても歌詞の意味は通じてしまう。目も合わせられずしどろもどろになっていると、彼女は走り去ってしまった。その日僕は学校に行かなかった。夜、友達の秋房からの電話によると、1番、彼女も学校に来なかったという。2番、彼女は一日中元気がなかったという。3番、彼女から僕宛に封筒を預かっているという。4番、彼女が学校で大暴れし、未だに視聴覚準備室に立てこもっているという。これ言うたならどれ選ぶ。僕は、まあ、まあ、あと1回で終わらせるということを考えるならば、そうだよね、うん、手紙でしょうね。俺はね、学校に来なかった。いやでも元気がなかった。いや学校に来なかった視聴覚準備室、それは絶対ないから、うん、それはもう切り離して考えていいと思うよ。サルサを踊っていた。それは入ってなかったから、まあ、なかった、サルサはなかった、うん、これどういく、終わるとしたら、どういくって、僕はハッピーエンドじゃない方がいいなと思う。ちょっと待ってくださいよここまでときめかしといて、うん、いやこんなに好きにさせといて、だからダメっていうのじゃなくて、勝手に嫌いになったはないでしょう。そんなこと言ってないし、それはなんか歌の文句かい。
それが通じてねえんだら古い意味ねえ俺ねえ、はいはい、ちゅうことでこの続きを書いて送ってください。待ってます。あっさぎは郵便番号111番、東京都台東区浅草橋 5-21-4、伊集院光の放課後の王様、私立湘南学園の係までです。はい、それでは曲の方は長渕剛で純恋歌。いや、そうじゃなくて君の瞳に恋してるです。なんとかかんとかでシチュー伊集院光の放課後の王様。いや、そんな恐ろしいことをするような人には見えました。さて、そろそろお別れの時間がやってまいりましたけれども、はい、ゆたお君、はい、みんなの心の声が、はい、届いてます本日も、うん、それじゃあ君の声を通して、はい、僕のハートに語りかけてくれ、はい、それでは最初の心をお呼び申し上げます、はい、北海道旭川市のどさんこラーメンさんからです、うん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 、先週金曜日に帰国したマライア・キャリーさんは、うん、日本に一体何をしに来ていたんですか、教えてください。あ、20年前に埋めたタイムカプセルを掘りに来てたんだけどね。あ、じゃあ20年前にも、あ、僕初って聞こえてたんですけど、初めて。いや、あいつ日本人だから。マライア・キャリーなのに。はい、マライア・キャリーなのにね。漢字でどう書くの？え？いやいや、あれ芸名じゃん。ああ、本名なんていうの？山村花子。花子ってのは絶対嘘ですね。いや、八王子の小学校で、うん、あの卒業の時に埋めたタイムカプセルを掘りに来たらしいよ、ね。だってあの人20年前っつったらさ、まだ5歳とかだったんじゃないの？急なこと知らねえくせにマライアキャリーのこと知ってんじゃねえか。年もごまかしとんねん。ああ、嘘。そうそうそう。サバやんねんな。サバやんねん、サバ。失礼です。見っけたらしいよ。続いての心いいですか。はいはいはい、や、じゃあちなみに見っけたってそれ何書いてあるかご存知なんですか。聞いた聞いた聞いた。何書いてある。看護婦さんになりたいっていう叫夢果たしちゃいましたね、うん、なってないよ看護婦さんには。東京都中野区のテレフォンモンガモンガさん。あいよ、伊集院さん、先週コアラの108の必殺技について、そんなものはないと軽く調べてしまいましたが、今週こそはラッコが持つという108の必殺技をいくつか教えてください。こうなら根比べだ、ない。そうだそうです、そんなものはない。来週も書いてこいお前。山口県下関市の忍者ジャジャ丸くんさんからです。先週ダービースタリオン96が発売されましたが、うんうん、サテラビを使って一体何ができるんでしょうか、教えてください。あ、これに関してはちゃんと話した方がいいですね、こういうサテラビューの発展のためにもね、はい、ダービースタリオン96っていうのはこう、はい、今まああなたのプレイヤーの皆さんの前にあるファミコンを見れば分かるように、あのこのカセットと同じでこういうメモリーパックが入れるとこあるわけですよ、はいはいはい、カートリッジが、はいはいはい、これを入れることで、うん、牛とか象とかカブトムシとかいろんなのができるんですよ。今までは馬だけだったじゃないか、長方が。あ、そうですよね。兜とかにするともう兜スタリオンになるわけですよ。ああ、ダービーじゃなくて。そう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 。
今まで反路調教とかそういう調教のやり方があったら強めに調教するとかあったのが、うん、蜜とか樹液くぬぎとかっていう調教とかあるんで、くぬぎ調教とか。じゃあさなぎになったりなんかするわけですか。します、します。幼虫からずっと、うん、腐った葉っぱの腐葉土を食って、腐葉土をもりもり食べて元気ですって言って強いカブトムシを、強いカブトムシを交配させて、うん、すっごい強いカブトを作るためのゲームができたりとか、うん、カニスタリオンもできますから。カニもね、これはね速さじゃなくて、うん、美味しさ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 。味覚は分かるんでしょうか、ゲームの機械を通して。点で出るから、点で、てあ、ね、何点って、そう、何点か出るからね。で味覚のパラメーターが動くと食べてるおっさんの顔とかがちょっとにんまりしたりするんで、それで大丈夫。見てやってるわけなんです。すごいですね、最近の技術はね、進歩します。で突然なんですけども、はい、ここでですね、悲しいお知らせがあります、はい、この番組来週で最終回です、はい、さよなら永遠に、とりあえず来週聞け